ネペのさ、イベントあったじゃん。イベント覚えてる？あれでさ、タコワサ14がさ、休憩時間中にさ、くんさんちょっとロビー出て写真撮ってもらえたりしませんかって言ってきたのよ。で、あ、いいよって言って、まあ、タコワサ14に指定された場所行ったら写真撮ってくださいって言ってきた人がたくさんいて、で、6人7人ぐらい写真撮った後、あれ？俺14と写真撮ったのかなと思って、どれが14かわかんなくて、全員誰が14であってもいいような接客態度で、あれあいつどんな顔だったっけなと思って、で、おーおーみたいな感じの雰囲気でやったから、どれが14か分かんなかったんだよね俺。そう、じゃあまあ14の顔忘れちゃってたんだよね。まあ結果的に言うと泣いちゃった。なんで現実でも無個性なの。必死に目でアピールしたよね。いや、そうか、覚えてもらってると思うの自意識過剰じゃね？顔面パチンって引っ叩かないであげて。いや、普通に一回会っただけで覚えてるの無理でしょ。別に俺ハゲネズミの顔覚えてるけどね。あの仲間 GJP 見るたびに思い出すから。俺はハゲネズミの顔一度しか見てないけど覚えてるよ。あ、仲間 GJP だみたいな感じで、もう、なんかそのままだから、14、3回ぐらい会ってますって。あ、そうなんだ。なんかオフ会とかそういうのにも来てたりとかあったのかな？あと、田辺の顔とか忘れなくない？なんか、わかるかな？クッキングパパっぽくない？田辺って。顔つき。わかる？わかる。ガタイも含めて。じゃあ、あの時の、あーは誰にでもやってたやつだったんか。あー、そうですね。いや、だって、クンフェスでも、あ、クンさん。久しぶりっすみたいな感じでやってくる人は全員、おーってやるから。いや、でも、直前に、行きますって。いや、だってずっと来てたから、ずっと来てたから分かんなかったよ。だってもう、来続けてたから、分かんなかった。まあ、ね。まあ。忘れない顔とかあるよな。ナッシーの顔とか忘れるよな。なんか。ナッシーの顔もう思い出せないもん。どんな顔してたか分かんない。もう分かんない。僕は、まあちょっと、ナッシュよりはマシ。ね、良平もなんか顔のイメージないんだよな。ワドはね、なんか抱き心地の方が覚えてる、なんか。ワドルドは。ギューってした時の抱き心地みたいな。いや、犯罪じゃないっすよ。普通にハグしただけなんで。あの、マイクも顔忘れるんだよな、俺。ああ、そうだ、こいつか、みたいな感じになる。毎回。知ってるふりするけど、誰だっけみたいな一瞬思って。リケモも忘れないな。リケモアイコンに激似だから、普通にアイコンのままだからね。普通にアイコンのままだから、もうめっちゃ覚えやすいよね。なんか、あのままだもん。アルゴンもなんか似たキャラいるしね。あのピクサーの。なんだっけ？あ、そう、ミニオンの敵、ベクター。覚えてますか？俺は。だって、三種のやつだし。俺最近さ、あの人のイラスト見てすげえアッシーのこと思うんだよね。なんかゲーマー図鑑みたいなやつあんじゃん。あれマジでアッシーさんだよね、なんか。あれマジで、本当にアッシーさんが言ってることをなんかこう、まあ、言ってるみたいな。私、クンさんとまともに交わしたの吐いて死んでる時ぐらいで覚えられてなさそう。いや、その吐く直前に、なんか酔っ払ってる時に、目の焦点が合ってない状態で俺に対してなんか、クンさん好きっす。みたいなこと言ってきたのを覚えてるから、その時の顔の方が覚えてるね。これめっちゃアッシー。あー、まあ、顔はね、顔はアッシーだけど、発言は、せやな、こっちの方がなんかアッシーっぽいよね。これ女に対してじゃないけど、いくさいくさ、ちょっと髪くしてよ。そのポチに弱いって前も言ってないかさ、そしてくれ？あ、それはそう。みたいなこと言うじゃん。でもマジで言ってるっしょ、だって。それはそう。マジで言う。それはクソ言う。この人マジセンスあるよな。もう一個あるんだよな、アッシーっぽいやつ。なんだっけな。なんかやべえ、これアッシーでしかないわ、みたいな。あ、これ。これも、なんかこの好きだね、ほんととか、これアッシー言うくない？なんか。なんかすげえアッシーっぽい。発言が。アッシーみたいなのたくさんいるんだなぁ。いや、待てよ。エイペックスのイベントの話しようとしたら、アッシーの話になっちゃった。そう、エイペックスのイベントですよ。まあ。次やったら出ますか？いやね、俺ね、これ言ってもいいのかなぁ。わかんねえけど、センチネルで、何試合目かに、すげえ当てまくったじゃん。俺それして、あー、なんかこう、オフラインでバロしたいなぁ、ちょっと思った。あれやりながらね、うわぁ、バロラントして、みたいな。オフでバロやったら楽しいだろうなぁ、みたいな。オペで抜いてたらめっちゃ面白かっただろうなぁって感じ。いや、それイベントあったら呼んでください。まぁ、エペでもいいんですけど。てか、俺って本配信に映ってたの？ちょっとは。全然見てないんだけど。2秒ぐらい。
ちょこちょこ。ちなみにランウェイは歩きませんでした。いや、なんか前のルさんが別の道行ってて、ついてったらあれみたいな、明らか段差おかしくねみたいな、相当やばい位置から行っちゃった。いや、ルさんも多分その前の人についてったみたいなパターンな気がする。うん、もうなんか、まああれは会場の動線の管理が悪かったかなって気がするけど、まあしゃあなしだね。なんかダメだ、話す内容がない。ほいさんとなんか話した？あ、話した話した。こんにちはって終わった後に、それだけかよ。いやいやいや、まあこんにちはって話して、それで、あー、まあなんかよろしくっすって感じですね。いや、脇さんは小太郎とかたい焼きの頃から見てるっすよって言われて、マジかってなった。小太郎とたい焼きかみたいな、あ、ちゃんと知ってるんだって、ちょっとびっくりしましたね。待機時間中5、6回ぐらい発明とタバコ吸いった。あと、それぐらいかな。もうなんかやることなさすぎて、タバコ吸うぐらいしかやることなくて。ゆきおさんは？いや、まあ普通に楽屋というか、まあ待機する場所ですれ違うとき、うっすみたいな感じはしたよ。それはもちろん。ね。うっす。うっすって。うっす。な、バロしましょうねって話をした。マイクラは？いや、マイクラとかだって誘えないでしょ、コラボ。いや、でもオフラインでやるの面白かったな。やっぱね、音響がすごいから。まあ、でもね、ちょっと困ったのが、なんか、左上のモニター見ないようにしないと目線に入るから、それがちょっと、いや、見ちゃダメだろ、それダメだろ。で、ゴーシングになっちゃうじゃん。なんかもう左上のモニター見えちゃダメだから、ちょっと目線に入れないようにしようっていう、なんかあったかな。面白話。あんま面白話ないな。なんかあったっけ？なんか面白いことあったっけ？オフラインだよ。いや、センチネル当てまくの楽しいなーって。楽しかったなーって感じ、そこが。あんまないな。あ、でもなんか、ずっと、なんか、会えそうで会えなかった人と会えたのよかったな、ルさんとか。ルさんと会えたのが一番なんか、あーなんか、いいなーって感じしたな。昔10年ぐらい前からコラボしたりとかしてたから、10年前かな？ 8 年ぐらい前にコラボしたのかな？ BF4 だよ、4。4の時に。いやー、お互い変わったなー、みたいな。あとね、まぁ、ちょっと誰とかは言わないけど、なんか意外とこう、BF4 の頃に、くんさんのクラン戦とか見たり、クラン戦の相手でボコされたりしたことあります、みたいなことを言ったりとかしてて、あー、なんかそういうのも繋がってるのか、みたいな。感慨深かったですね。やっぱ歴史って大事だな。歴史は大事ってことがよう分かったわ。歴史大事だ。なんかやり続けるみたいな。え、なんかさ、あと意味分かんなかったもん。あの、なんかいきなりさ、なんか機材トラブルかなんかのせいでさ、いきなり俺にくんさんにお話伺えるとのことですとかって言って、何も知らなくて、はってなんか何言ってんのみたいな感じで、意味不明なタイミングで振られて、何を言ってるんだみたいな、伺えるって俺は知らないけどみたいな、あれ、いや、まあなんかくんさん機材トラブルで時間かかってて、この後なんかちょっとお話をなんか振ったりしてもいいですかって言うから、まあてっきり別にそんな俺が最初とかじゃないだろうし、何かトピックがあってってことだろうと思ってたら、お話をなんか伺えるみたいな、なんかこう、めっちゃざっくりしてたから、どうすりゃいいんだよっていう。いや、なんか俺が話すことが俺にマイクをよこせみたいな感じのテンションになっちゃうじゃん、なんか。意味わかんないでしょ。何の話すんねんと思って。いや、ああいうのちょっとな、こう、ニート部も50人クラフトも、俺が主導権を握って、こう動画を作っていく感じだから、ああいうのちょっと新鮮だし、ちょっと、あんま慣れてないんだよな。あと面白かったのが、控え室でうちのスタッフだけパソコン広げて仕事してた。なんか、いや、なんか終わってんな、みたいな。だからなんかまるでブラック企業だな、みたいな。こう、うちのスタッフだけパソコン広げてみんなで、こう、パソコン並べて作業してて、休憩の合間に、この会社のやつの連絡来たんですけどどうしますかみたいな。他の人たちは楽しく話してるのに、なんで俺だけ仕事しなきゃいけないんだろうみたいな。ゆきおさん、アナリティクス見えねえかって言ってる、ちょっと面白い。やっぱゆきおがやっぱ面白いよね。なんか、面白いよね、なんかあの人。なんかちょっとね、モラルに欠ける発言というか、なんていうかこう、なんかちょっとなんかいいよね。ちょっと面白いよね。いろいろと。ね、ギリギリのこう、なんか、感じのが、やっぱ面白いよな、っていう。こんなもんすかね。